おパンムは分子動力学シミュレーションのためのオープンソースのライブラリーであり、パンで研究室によって管理されている。Python、C、フォートランなどの言語に対応しており、GPU で高速化する機能を持っている。また、アモエバ、グロマックス、アンバーなどの他の分子シミュレーションツールとのインターフェースも可能である。スタンフォード大学の研究者 BJA スパンでが、 作成した、このプロジェクトは GitHub で自由に利用できるようになっている。プログラムの最初のバージョンである、プレビューリリース1は2008年9月にリリースされ、最初の安定版であるは1.0は2010年1月にリリースされ、すでに o p ン n クルと CUDA GPU 言語のサポートが含まれている。最終公開バージョンは2020年5月の7.4、2である。OPANM ライブラリーは、 その柔軟性と精度の高さから、理論科学から、アルツハイマー病やハンチントン病などの病気の研究まで、様々な分野の研究に利用されている。フォールディングホーム分散コンピューティングプロジェクトでは、科学者が様々な疾患に対する新しい治療法を開発できるよう支援することを目的に、タンパク質の動的な振る舞いをシミュレーションするために、オパンムライブラリーを用いている。 P.E. ストマン、J. スウェイルズ、J.D. チョデラ、R.T. マクギベン、Y. ジョー、K.A.B. チャム、L.P.1、AC. シ,シモント、M.P. ヘリガン、C.D. スターン、R.P. ウィーワイラ、B.R. ブルックス、&V.S., パンデ、オパンム7、ラピッドデベロップメントオブハイパフォーマンスアルガースアムズ、フォーモレキュラーダイナミックス、プローズコンプ、バイル、13、 E1005659 ドイ10.1371ジャーナルピークビー1005659パンデラボ BJ パンデ S ラボアートスタンフォードユニバーシティ2017年9月11日時点のオリジナルよりアーカイブ2020年7月19日閲覧オパンム2020年7月18日閲覧オパンムギとハブレポ 2020年7月19日閲覧オパンムプレビューリリースナウアベイラブル2020年7月19日閲覧メジャーマイルストーン4オパンム V1.0 リリースド2020年7月19日閲覧オパンムデベロッパーガイド2020年7月19日閲覧オパンム7.42 2020年7月19日閲覧ペーパーズリザルツ 2020年7月19日閲覧。Here are our peer.Rived Results from Holding Home オパンム。2020年7月19日閲覧。ありがとうございます。